私ですよね。セナの番ですね。そう、私なんですけど、私がすごいと思う方、まあ、好きな方なんですけれども、アーティストの、 あの、うん、オーサムシティクラブさん、もう今ね、ガバンって来ましたから。最近流行ってる曲といえば、ね、みたいな感じ、うん、まあ花束みたいな恋をしたのね。あ、それインスパイアソングで、こう忘れなでね、こうガーンって、で初めてライブに行ったのが、2018年の夏のライブで、こう渋谷だったんですけど、それまでずっと曲は知ってて、うん、曲をずっと聴いてたの、うん、YouTube のなんかおすすめみたいなんで出てきた。そっからいろんな曲をこう調べて聴くようになって、うん、これはライブに行かなきゃいけないのか、バンドだからライブハウスに行って生の音と生歌をこう聴くのが一番やっぱテンションが上がるから、うん、初めて2018年の夏にライブに行ったんです、うん、そしたら、あ、応援していてよかったかもしれないと思ったの、本当に、うん、あの音楽だなって思ったわけマジで浅はかなんだけど、うん、あのいや、オーサムさんのね、曲とかライブって本当にみんながフロアにいる全員がこうなってんの、わかる、みんながこうなってる、気持ちよくみんながこうなってんので、私もこうなってんの、で、ね、あのボーカルのあたぎさんという方がいらっしゃるんですけど、うん、男性のあたぎさんがこういつもあの渋谷だったら、うん、手上げろ渋谷とか言うんですよ、うん、いいタイミングで、良きタイミングで、その時に私もこうやってやってるわけで、なんかそれが最初は恥ずかしかったんだけど、もうみんながこうなってて、みんながこうなってるから、うん、もう私もテンション上がっちゃって、うん、こうなるわけで、確かになんか、そう、それが初めてのライブだったから、うん、マジで楽しかった、やばいってなって、うん、もうさ、ちゃんとそっからちゃんと正式に、うん、ハマったのよ。でしかも、うん、あのいつもあの私ちっちゃいじゃん、でこちらちっちゃいじゃん、うん、だからライブとか行くと絶対に見えない、見えない、だからいつもこのぐらいのヒール履いて見に行って、その時も濡れてこう一人でこうやってたんだけど、うん、次の年のお正月ぐらい、1月だけぐらいにビルボード東京でライブがあったの。ビルボード東京ってめちゃめちゃもう格式の高い、 なんて言うんでしょう、レストランみたいな、おしゃれっていうか、もうなんかごめんなさい、こんなチンチクリンがいいねみたいななるようなところなのよ、本当に。絶対に一人で行きたくなかった場所だったんだけど、うん、でもいや、もうライブが見たいから絶対行こうと思ってチケットを取った、うん、でみんな誰かと一緒にいるんよ、うん、でしかも席が相席っていうか、あー、テーブルがあって、うん、これテーブルだとするじゃん、うん、その時ので、私ここに座ってた、うん、でこことこことここが知り合いなのよ、もう一人だけさ、一人だけポツンみたいな、うん、でその時私も二十歳だったから、うん、ビールとか頼んじゃって一人でビールをたしまいながら、うん、たしなみながら、うん、アコースティックライブを見て、うん、あ、なんか大人になったかもしれないこの感じと思って、うん、オーサムさんの曲ってなんか夜の街に出てエモーショナルな感じになる気持ちになる曲と、うん、夜の街に出てこうみんなでイエーイみたいになってる曲みたいな、うん、なんかそういうのがあって、王様さんはやっぱり皆さんね、忘れなでお尻になったからなんか探してると思うんですけども、うん、いや私個人的にはなんかこう忘れな、もうすごくいい曲なんですよ、好きなんですけど、うん、違うのよ何がこれじゃなくて、うん、違う曲で、うん、こうなってほしかったっていう、うん、率直な感想なんですよ、うん、なんかね、いや本当に忘れなも本当にいい曲なんですよ、うん、でやっぱり今までのオーサムの感じも、うん、なんかこう AB とかに AB メロンとことかに残りつつも、うん、でもやっぱりなんかあ違うんだよなっていう、もっともっとオーサムらしい曲でみんなに知ってもらいたかったなっていうのは、昔から知ってるからこそね、わかるんですよね。なんか私はそのオーサムさんの中でアンビバレンスって曲があるんだけど、その曲がなんて言うんだろう、なんかおしゃれとかいう浅はかな言葉で感想を言いたくないんだけど、めちゃめちゃおしゃれやねん言うんかい、言ってる言ってる。あとあの涙の上海ナイトっていう曲があるんですけど、歌詞に小籠包が出てくるんです。ライブに行った時に涙の上海ナイトを歌った日は絶対に中華を食べて帰るっていう決まりがあって、私の中でもともと5人いたのメンバーが、うん、なんか5人から1人減って、うん、でそっからちょっと経って1人減ったんですよ、うんうん、でまずあのベースの方が抜けて、うん、でその時にもしかして終わっちゃうかなって思ったの、うん、バンドってさやっぱり
りこう自分たちで曲も書いて歌詞も書いてアレンジしてってやるじゃん、バンドだから。ちゃんと全員がいないと成り立たないのかなって思っちゃってたから、うん、もしかしたらなくなっちゃうんじゃないかなって思っちゃって、でも続けるってなって、うん、とりあえずホッとしたなっていうのと、うん、でもそしたら4人でやってまたドラムの方が抜けちゃって、うん、本当になくなるかもしれないと思ったの、うん、でも王さんがなくなったら私何聴けばいいのってなっちゃうから、うん、本当に好きな音楽がなくなってしまうと思ったから、うん、すごい怖かったけど、でも3人でこういや続けるっていう決断をこうしてくれて、してくれてとか言ったらね、うん、なんかあれですけど、まあ、ファンだからいいか、してくれて、うん、で「忘れな」という曲を書いて、うん、ヒットしてさ、うん、なんかそれもいいなって、ストーリーがさあってさ、うん、こう私も頑張りたいなって思ったし、うん、いや皆さん好きになってください、オーザムシティクラブさん大好きです。